あまりに長い天市議会をあまりに短くお伝えする忙しい人のための天市議会ということで、今回は令和6年8月26日に行われました天市議会初日の様子をお伝えしたいと思います。前回の全員協議会の動画で今回の議案というのはざっと説明をしましたので、今回は決算について詳しく説明をしていきたいと思います。いつも通り私の独断と偏見で、選んで紹介しております。ではまず一つ目、 R5 の決算について一般会計と特別会計全体で、見ていきます。まず歳入が535億ということで、歳入入ってくるお金は昨年に比べて40億円減少しております。そして歳出出る方のお金は522億ということで、昨年に比べて32億減少をしております。そして繰り越し、次年度への繰り越しが4500万円ということで、こちらは3300万円増加をしております。続いて収支、プラスマイナスですが、こちらは12億の一応プラスということで、12億プラスというのは昨年に比べると8億減っております。で、ここまでは、もう大きな数字すぎてなかなか想像がつかないところになってくるので、最近、ある市長の影響などで結構自治体の財政というのに興味を持ってくださる方も多いので、ここから先はちょっと指標を紹介していきたいと思います。まず財政力指数なんですけれども、こちら昨年の動画でも公開、説明してるんですが、基本的に収入割る需要、要は入ってくるお金に対して、需要、本来使いたいお金で割った時に 0.68。 なのでめっちゃ簡単に言うと、100メートルの道路を作りたいんだけど、そのために今天市自身で入ってくるお金は68メートル分しかありませんよっていうような状況になります。要はそれ以上作ろうと思った分は国からの交付金を受けたりとか、あるいは諦めなきゃいけなかったりする。要は 68% 分しか、やりたいことの 68% 分しか自分たちの費用では、賄えないといった状況になります。で、これのちょっと危ないなというところが 0.02 ポイント昨年と比べて下がってるんですね。実はこれ昨年も 0.02 ポイント下がってるんです。なので入ってくるお金に対してやりたいこと多すぎてなのか、それとも入ってくるお金が少なすぎてなのか、どん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 この財政力指数が今下がってきている現状です。そしてこの経常収支比率、さあこちらもどんな言葉かというと、行き先の決まっているお金です。要は100万円入ってきた時に天市は92万3000円、 92.3% はもう行き先が決まっているお金です。例えば市の職員さんの給料、こういったものはもう絶対払わなきゃいけないので、入ってきた分行き先が決まっています。つまり残り 7.7% かな、残りの 7.7% しか自由に使えるお金がないという状況なんです。なのであれもやりたいこれもやりたいって思った時にも、やはりそれができずに我慢しなくてはならない、そういった状況になっております。で、これも昨年に比べて 2.4%、 2.4 ポイント上がっているので、ちょっと財政としてはこの上の部分だけ見ると12億もプラスなんだらいいじゃんって思った方もいるかもしれませんが、実はこっちの指標を見ると天市はかなり今厳しい財政にあるというのがわかります。そして地方債残高、こちらは簡単に言うと市の借金です。これが27億ということで、まあ、昨年に比べて7800万一応減少はしております。そして財政調整基金、こちらは簡単に言うと市の貯金になるんですが、この貯金が44億ということで昨年に比べて5億増加をしております。
で、これも増えてるからいいなって思われる方もいるかもしれませんが、やはり今のご時世、本当に何がいつ何が起こるかわからないので、しっかり貯金を持っておかないと、例えばコロナのような、本当に大規模な何かが起こった時にすぐ支出できるように、これは貯めておかなければいけないお金ではあるので、まあ、財政調整基金が今44億円ありますというのは、皆さんぜひ知っておいていただきたいなと思います。なのでこの一般会計と特別会計合算したこの数字、なかなか大きな数字なんですが、ぜひ皆さんに知っておいてほしいのは、あま市の財政力指数は 0.68 しかないということ、そして経常収支比率は 92.3% と、これかなり高いということ、これを知っていただきたいなと思います。そしてこの決算の中で特に大事だなと思ったところをピックアップして紹介すると、まず2番の市税、こちらは市が税金として、皆さんから集めたお金なんですけれども、115億円ということで、これ昨年に比べて2億円増加してます。そしてこれ過去最高なので、やはりだいぶコロナから、企業や、あるいは皆さんの給料が上がってきたり、そういったような状況が読み取れると思います。ちなみに個人市民税と固定資産税が特に増加しております。先ほど言ったように個人市民税というのは皆さんが給料に所得に対してまあ払う税金になってますので、所得が回復してきた、そして固定資産税が増えたということは新築や増築が増えてきたといった前向きなことが起こっているっていうふうに取ることができます。続いて3番、国民健康保険税なんですけれども、ちょっとここの中の赤字補填分っていうのをピックアップしました。これどういうことかというと、一般会計から国民健康保険の特別会計に対して赤字の分を1億7490万渡してるんです。この一般会計と国民健康保険っていうのは会計が別に分かれてるんですね。道路とかを作ったり、あるいは学校教育とかをやったりするのが一般会計。で、国民健康保険の方は国民健康保険のみの方に使われる会計なんですが、こっちで赤字が出てるので、その赤字分を一般会計から1億7490万渡しているっていう状況なんです。これ何が言いたいかっていうと、本当に毎回の動画のように私言ってるんですけれども、もう今のこの国民健康保険の制度では本当に限界が来ています。毎年のように国民健康保険、税率を上げたりして値上げしてるんです。それにもかかわらず、まだまだ赤字があって、それを一般会計から補填しなければいけないっていう状況なんです。だからこそ、このままずっと続けていてももう限界が見える、もしくは皆さんの本当に保険のこの税率をどん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 上げて皆さんの生活を苦しくしていくしかない、そんな状況に今追い込まれています。続いて4番、ふるさと納税についてなんですが、このふるさと納税、これも私かなり危機感を持っていて、令和5年の12月議会で質問も行いました。今回令和5年の決算が出たのですが、寄付額は、6775万円ということで、昨年に比べて2927万円減少しています。これ減少した理由としては、昨年の、令和5年の10月ぐらいにふるさと納税の返礼品の厳格化、ちょっと厳しくなったんですね。で、そのせいで、ふるさと納税として出せなくなった商品があるので、減っています。で、それに対して、推進費。まあ、こちら推進費っていうのは、結局入ってきた額のうち、返礼品などで使った金額ということで、2866万円。まあ、寄付額が下がってるので、当然この推進費、元手となってかかる部分も当然下がってはいます。で、流出額。この流出額というのは、
皆さんの動画をご覧の皆さんの中にも多分海士市に住んでいるけど他の市のふるさと納税をやっているという方もいらっしゃると思います。そんな風に外に流出した額が2億3727万円ということで、こちらは4635万円増えてるんですね。つまりふるさと納税をやる方が増えたり、あるいは今までもやってたけども今まで以上にやる方が多くなったりして流出額が増えています。そしてこの流出額のうち 75% が実は交付税という形で国から補填されているんですけれども、これの金額の 75% なので1億7795万円、約これぐらいの金額が国から補填されています。さあこれをどのように計算するかというと、青でプラスって書いた部分は市の入ってくるお金です。そして赤でマイナスって書いたお金は市から出ていってしまうお金です。なので6775万足す、ごめんなさい、プラスの6775万引く2866万引く2億3727万足す1億7795万円で、市がどれだけ、まあ、儲かったのか、あるいはどれだけ赤字損失をしているのかっていうのが出せるんですけれども、今回なんと約2000万円のマイナスになっています。これ昨年はギリギリプラスだったんです。令和4年の決算の時はギリギリ160万ぐらいだったかな、プラスだったんです。ですが今回ついにマイナスに転落をしてしまいました。なのでこのふるさと納税、海士市がしっかりと周りの町から購入してもらえるような魅力ある商品というのを作っていかないと、なかなかこの2000万円マイナスというのを取り返すことはできないと思います。そしてさらにこの流出額の 75% が国から補填されるとはいえ、これ補填されてなかったらもう完全に赤字の状態なので、やはりふるさと納税にはちょっと力を入れて品目を増やす、あるいは魅力ある商品を生み出す、あるいはリピーターを増やすなどなど、いろんな方策が考えられると思います。でなおかつこのふるさと納税で買ってもらうと、ちょっとその町行ってみたいなって思ったりとか、あるいはなんか愛着が湧いて近くに来た時に、あ、ふるさと納税やってる海士市だからちょっと行ってみようかなっていう風で足を伸ばしてもらったりとか、そういったこともあると思います。あるいはこの12月議会で提案したんですけれども、体験型のふるさと納税をやることで、その体験をしに来るだけじゃなく、プラスこの海士市内でご飯を食べたり、あるいはちょっとついでに他の場所に寄ってみたりっていうようなことも生み出せると思います。なのでこのふるさと納税にはやはり力を入れていかなければいけないと個人的には思っています。以上、今回の令和6年8月26日月曜日に行われました海士市議会の初日の、解説を終わります。いいねやチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。